チャオ、あっちゃんです。今日4月の7日、あっちゃんの朝ごはん、もうね、子供食べ終わって、あっちゃんちょっとね、いろいろゆっくりしててんけどもね。で、さあ食べようかなんだ。今火事びっくりした。今のサイレン鳴り出して、さあ食べようかなんだ。カメラセットしてこう来たらサイレン鳴り出して、火事のサイレンなんか、ね、今ちょっとね、なんかマイク放送してるんだけど、まあ、林野火災だから、人的被害はなさそうなんで分からんけどね。林野火災も多分今の時期やったら草とか燃やしてたんかも分からんけど、誰もまあね、被害出てないことを祈りながら、ちょっとあちゃん朝ごはん食べたいと思います。蚊帳火事とかやったら怖いけどね、まあ、林野火災はまだでも分かんない。田舎やからね、広がったりするのも怖いんだけど、ちょっともう火事のサイレンはすごく怖いね。空襲警報みたいなサイレンになるから、うーって怖いの、ダメなあれがトラウマになって、あんま火事は怖い。ちょっとね、食べましょう食べましょう。はい、パトカーとかね、消防車のサイレンはそうでもないんやけど、あの火事のね、教えるあのサイレン、めちゃくちゃ怖いね。わかんない、あれ震えてくんのよ。ということでね、何しようかな今日。また物語なってこと。めっちゃサイレンなってる。あれ、なんでこっち行くの、逆やのに。あ、もうちょっとね、山の方やねん、って言うとってん、さっき。そうサイレンだな。頭が回らん、ちょっと待って。光が自分でするって言って、卵焼いてね、でベーコン切ってピザトーストみたいなの作ったわ。量のも作ったねんとか言って、じゃあのも作ろうかって言ったけど、いいよまだ後でいいよって言って、ゆっくりテレビ見てたから。美味しかったでーって、卵焼いて、でなんていうの、パンとピザトーストみたいにして、ベーコンので、それでつけて、このニンニクだけつけつけして食べると、うまいこと卵焼いとったわ、目玉焼きにね。で、昨日も話しとったんやけど、なんか蒸し焼き、フライパンにちょっと水入れて、で蒸し焼きにして卵をやったんやって。で、教えてないのにね、見てたんかな、なんか、えらいえらい。まあフライパンはそのまま掘りっぱなしで、洗い物はたっぷり溜まってるしね、まな板もほら汚れたまんま。まあいいよ、自分でしたんやったら、よく頑張りましたっていうことでね。それ否定するとね、またせんくなっちゃう。次はね、そのお片付けもしようねって教えたらいいと思うね。まあ、今日はね、ちょっとね、食欲が通常モードに戻ってる。朝がっつり食べるよ、がっつりって言うほどじゃないけどね、普通に食べるよ。はい、コーヒー、コーヒー、やりたいことがあるけどね。明日から子供が学校、明日も学校言うても行ってもすぐ帰ってくると思う。ちょっと今日は多めのコーヒーにしよう。明日はもう行ってすぐに、なんだ、始業式。明日もクラス決まるのかな。あ、じゃあ焼いていきます。
べましょうか。はい、焼けました。もう普通のね、航空のピザトーストいただきます。トマトジュースから。うん、酸っぱい、美味しい。酸っぱさの奥にね、トマトの甘さがあって、甘さ引き立つかなと。酢入れると、酢入れへんかったら普通なんかちょっとつかみだな味やけど、酢入れることでね、結構甘さ引き立つ気がする。で、いただきます。あ、まだここ口内炎が痛い。口内炎痛く、物食べるのが苦痛になってくる。食べること大好きやのに。盛大に噛みついたよ。見たらびっくりするぐらい、これぐらいの炎症を起こしてるね。ガブーって噛んじゃう。噛んだとこ2、3回噛んでるしね。腫れるやん。腫れたらまた噛むね。歯磨きも痛いしね。流動食食べなあかんかも。抜けてくる。秋の火事、サイレンがすごく怖くてね。もうちょっと落ち着いたけど、心臓バクバクしてる。食べてしまう。今日ね、出ていかなあかんから。ほんなにちょっと、よく取って。帰ってくるのがね、今日一日出ていくかわからんから、動画ちょっと作っときたいし、明日早いから、朝ごはん食べて、入れて撮ったの、作りながら、次の動画撮ってみたらしようかなと思って。まだサイレンになってるな。パトカーやな。サイレンは。救急車も走ってて、もしかしたら、やけどした人がいてんのかもからんけど、怖い怖い。ぼーっとしてるけど、だいぶ元気にはなったけどね。今ね、5時間寝て、1時間ちょっとぼーっとしとった。仮面ライダーと全体もまあぼーっとして見てた。結局さ、朝ドラ1週目1回も見れず、録画しとるからね、まあ見たらいいんだけど、録画しとるもったら安心して見やんくなったりするんだよね。今日やるね。いや、来週に続けるのに。
1時間半か、1週間で。また朝ドラって長いね。1時間半ちゃうやん。1時間か。だってさ、ドラマ途中で1話とか見逃したらもうミンクなるタイプやねん。ストーリー入られへんやつって、もう1話2話ミンクなって、もう嫌になって、また時間が飛んで見てしてたら、やっぱ面白さ伝わってきゃいねんね。もともと面白ないから見るって言ってへんのかもわからんけど、今回まだ1話見てないから面白いかどうかわからん。前評判すごい良かったから見たかったんけど、まあ今日でも夜見ますわこれ。久しぶりに見たよ。ああ、ヨーグルトついた。とかだね。食べたからどうやねんって、一日食べへんだからどうやねんって、分からへん、薬も一緒やねんけど。食べ物に花粉きついやん。かなりマシよ。去年ね、あっちゃんね、花粉もやけど、黄砂がきついね。黄砂で、目が腫れんだけど、去年目腫れへんかったんよ。だから、バレるで効くんやなぁと思って。あっちゃん的に、あっちゃん的には、花粉とか黄砂とかいろんなアレルギー、あと風邪。インフルエンザに R1 は効くと思ってる。だから R1 食べ出してから風邪ひいたことないし、毎年ね、冬至でゆず風呂入って南京食べて、さあ今年も無病息災って言った翌日か翌々日には風邪ひいてて、それぐらい だからあの辺って風邪ひくからああいうことせえって言われてるんだけど、やっぱりその時期に風邪ひくねんね。で年末超えて年越しぐらいから喉がおかしくなって、アレルギーが始まって喉ガラガラなって咳が止まらなくなるね。それここ2年出てないね、不思議なことに。何したって何もしてないね。 R1 しか食べてないね。それ以外大して変わったことしてないね。だからやるけど、で病院でアレグラ処方されとって、アレグラも朝晩2回の晩と、あの昼辛いのと夜鼻詰まって、ね、眠れんくなる。全く1日1回でなんとか気休め程度に飲まんでもええんちゃうかっていうぐらいだけど、去年は飲まへんかってんけど、鎮火したんかな。鎮火したら消えた、よかったよかった、火事が消えたって。で、まあでもね、去年はあれぐらいも飲んでなかった。でも今年はちょっとね、目がちょっとこそばゆい、あと髪の毛が鼻とかってかゆい、で鼻がちょっと微妙に詰まる。で今も鼻ずるずるしてるでしょ、ね、でこれがね、咳に変わったらトーク動画が撮れるのよ。2年ぐらい、2、3年前の時も咳出てすごい時あったはずに、昔から見てくれたら知ってると思うんだけど、咳が止まらんかったり目ぶくって腫れて配信した時もあるんだけど、あれが嫌やから、昼だけね、アレグラ、昼というか朝ごはんの後にアレグラだけ飲むようにしてんね。それでね、まあ、気休めかもわからへんけど、気休めというか、それでもね、まあ、飲んだ方がいいかなって先生にもらってきたの、今回ね。だから朝だけ、朝晩飲みやって言われたんだけどね、朝だけ飲むようにしてんね。夜は全然大丈夫やねんけど。一応ね、点鼻薬も持ってんねんけど、いつもこんなんもうすぐなくなるぐらい使いまくっとったから、もう全然、時々、
花が集まる時だけ、まあ、トーク前とかライブ前とかに1回ピュッ、ライブ中にも何回もしてたけどね、なんかここ最近もライブ前に1回予防にしといたら最後まで全然持つしね、うん、だいぶやっぱ R1 いいよ、うん、おすすめです。であっちゃんの R1 は本物じゃないから、本物ってあの売ってるやつじゃなく R1 売ってるやつ買ってきて1リッターに R1 のちっちゃいやつを半分ずつ入れね、2本作れね、あの1本全部最初は使っててんけど、最近ねあの1本で2リッター作るようにしてね、それでもできるからね、うん、だからヨーグルトメーカーはねすごく安上がりやしいいよ、うん、言ったらほんまに牛乳1本200円でしょ、400円でしょ、 R120 円かそんなんでしょ、だから420円ぐらいで2リッターで、だいたい1回 100g から150g 食べるから 100g として20回食べられんねんね、20回ってことは3人で食べたら、だいたい7回ぐらい、約7回、6回7回食べられんのかな、6回3人やから10、要はまあ20回、18から20回ぐらい食べられる。で、1回普通 R1 飲んだら120円やから、1200円の2400円。ね。2400円。ってことは、4本分、4リッターやると2800円の、2400円の4800円。機械代ペイできます。ペイはできへんのか、そっか、原価が400何本引かなあかんから、まあ5リッター分ぐらい食べたらもうペイできる5リッターって言ったら3人で食べたら20日足らずやね、20日で6リッターやからね、うん、まあね6リッターめんどくさいから6リッターで計算して20日、うん1ヶ月もあったら十分機械代元取れんねん。まあ電気代あるけど、電気代も知れてると思うんだもん。そんな感じなんで、ヨーグルトメーカー重宝してるんで、よかったら使ってみてください。今の新しいやつは飲むヨーグルトもできるらしいからね。買い替えようかな。まあそんな感じでね、今日のあっちゃんは R1。茶は、R1 は今日のあっちゃんじゃ、毎日のね。今日のあっちゃんは、コウ君のピザトースト、まあこれよく出てくるあっちゃんの朝ごはんとトマトジュース、コーヒー、 R1、 はい、食欲戻ったしバッチリ食べられてます。昨日の喉がね、昨日おとついトマトジュースだけやって、昨日は、ジャムパンだけやって、うん、まあ、そんなね食欲がねちゃんと戻りました。ご心配おかけしました。これからもあっチャンネル楽しんでみてください。あっちゃんもね、全力全開で行くんでね、楽しく行くんで、またみんなもあっチャンネルで楽しんでくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。裏チャンネルもライブしたいんで、もうあと、20人 ?30 人ぐらいなんで、よろしくお願いします。裏チャンネルも登録してください。お風呂ライブとか表より裏でやりたいんで、よろしく。では、またね、バイバイ。